吉谷さん、まあね、車のローンね、まさにそうなんですよ。私がなんで車のローンを買ったかと言いますと、乗ったかと言いますと、実はですね、この車のローンを組むことによって、車を車両を手に入れてね、全国47都道府県にその車で回ったんですよ。軽自動車でね。まあ、それで、まあ、2000万以上の売り上げを上げたということでございます。ですんで、最初6600円だった支払いを2万5000円にボリュームアップすることができたんですよね。うん、で結局ね、車両価格全部で170万だとしても、その170万でローンを組んだおかげで2000万儲かったら良くないですかってことなんですよ。ですからそういう戦略があればね、全然いいと思うんですよ。であとね、トランザムも私ないと2000仕様でありますけども、こちらの方も、いまいち計画通りにいってないんですけどもね、持ってることによって収益を上げるっていうことができると思うんですよ。でしたらやっぱりね、吉谷さんの R34 もそうだと思いますけども、買った、自分のものになった、嬉しい、プラス収入になる、何もね悪いことないですよね。ですんで、ローンもローンを使いこなせる人なら大丈夫、ローンを使いこなせなくてお金がないからしょうがなくその道っていうのは結構危険だなということだと思いますよね。まあマネーリテラシーですよね。この辺もね、義務教育でやってほしいですよね。借金の上手なやり方とか金利とかね、義務教育で。まあやらないでしょうから YouTube でやってほしいですね。YouTube でやりましょうか。まあ大変ですよね。税金、手数料なんかあれでしょ、結構余計に取られてますね、あの辺もね。まあ、お金のことよくよくシビアに見た方がいいですね、我々もね、自動車ローンは場合によってありなのかなというところでございます。なぜなら車っていうのはね、まあ売ることもできるし、いろんな形に変化させることができる、そして移動ってものを自分の手の中に入れることができるからなんですよね。まあローンもね、使いようですよ。いってらっしゃい。